どうもこんにちは。こんにちは。奈々ちゃんです。奈々不思議の吉田桃です。大神信です。よろしくお願いします。ということで今回ゲスト会でございます。はい。奈々ちゃん初登場でございます。佐伯翼さんです。お願いします。佐伯翼です。よろしくお願いします。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 ということで、はい、早速なんですけども、一回このスタジオをオープンした時に、うん、そうだ、ちょっと遊びに来ていただいて、いただきましたね。その時もちょっと説明させていただいたんですけども、うん、アミ君の夏のフェスの時ですよね。そうです。はい。はい、喫煙所でタバコ吸ってましたら、うん若者に声をかけられました若者が声をかけてくれましておじさん、ね、よかったね君は誰だねと嬉しいことですよ、それでもねでお話してたら、はいはい、めちゃくちゃおもろやないかいなるほどすぐに声をかけさせていただきました。あなるほどね、連絡先を教えてくれないかおじさんがおじさんから連絡先聞いちゃったで、ね、今回に至るわけなんですけども今ねあれよあれよと、はい、いろんなところに引っ張りだこでございましてありがとうございます。経歴がだってすごい特殊じゃないですか。そうですよ。臨床心理士。そうです、臨床心理士と公認心理士っていう、はい、まあ心理学の資格ですね。心理士の資格乗っかってるからね。ねそう、階段喋る人に一個乗っかってるから。うん、そこの関心の知識もものすごいし。いや本当にね。それは引っ張りだことになりますよ。ありがとうございます。ドクター巻き出しとどっちが今戦ってるんですか。戦ってるって。戦ってるって何。ドクター対決ではあるけどね。じゃドクターでそうドクター巻き出したのはドクターなんです。僕はちょっと微妙に違う、はいはい、あの病院で言ったらそうしたので。ああなるほどね。組み分けを。なるなる。大きくくれて一緒やけど組み分けが違う。なるほど。え仲良くさせていただきますよ。あ本当にね、ね、あれはなんかね、そういうドクター関連というかね、医学関連で、ということで、はいはい、ちょっとですね、今回は翼くんのですね、怖、はい話を改めてちょっとね、はい、これはものすごく興味深いですね、思っておりますので、ありがとうございます、よろしくお願いします。まあ、心理学も好きなんですけど怪談も本当に大好きでずっと集めてきてるんですね、あのちっちゃい頃から。なので怪談も割といろんなジャンルが入ってくることが多くてですね、でなんか心にまつわるものになるとどうしてもなんかこうまあ幽霊というのも人子に近いものになっちゃったりするんですけど、でもただ僕それ以外の話もちょっと好きで今日ぜひ聞いていただきたいのがあんまりちょっと心理学からはちょっと離れるかなっていうんですけど、はい、でも僕が聞いた時に面白いなと思ったお話があって、はいはい、あの結構幽霊なんて怖くないっていう人いるじゃないですか、うん、だいたいその後に続くのって、はい、いやどうせ幽霊なんていないからっていうか、ね、そうもしくはいや幽霊より人間のが結局怖いからって、ねまあ、よく言うじゃないですか。結局人の方が怖いしねっていうのが、ね、何万回使われたんだろう、そう本当に決め台詞、はい、ただ、はい、僕のその話を聞かせてもらった友達なんですけれども、うんまあ、友人はそうじゃない理由でいや幽霊なんか怖くないよって言ったんですよ。なんだその子が続けたのが、はい、あの幽霊よりやばいやつがいるからって言ったんです。で面白そうだなと思ってどういうことって聞かせてもらったら、うんうんうんはい、その彼の家系ってみんなあの霊感があるって言うんですね、はい、お母さんと、はいまあ、お父さんで彼妹っていう構成なんですけども、はい、お父さん以外はみんな霊感がある、なるほど、でお母さんと妹さんは特に強いんですって、はい、見えるんですよ幽霊が、なるほど、女性の方が強い家系ですね、強い家系、うん、で彼もあるはあるんですけど、はい、彼ははっきり姿は見えない、はい、ただなんか嫌な感じがするなとか分かるって言うんですよ、はいだから割とちっちゃい頃から普通に幽霊の話とかしてたので、うん、なんて言うんだろう、そんなにこう お母さんがあ今いるねとか言っても、うん、あそうなんだぐらいな感じで過ごしてたっていうんですよ、うんはい、でまあそんなある日に、彼そのなんとなく嫌なものを感じるっていうのが、うん、その例えばリビングに入った時に、うん、なんか空気感が違うんですって、変な空気が流れ込んでくる感じがして、はい、あ今いるわって、でそれが毎日続くようになったんですって。毎日続くで、なんか最近やけにこの感覚多いなと思ってたら、お母さんがあ、なんでか分かんないけど霊の通り道できちゃったって言ったんですって。でこれ僕も知らなかったですけど、あの霊道が、はいまあ、動くっていうんですかね、はい、急にできたってお母さんで、お母さんが始めて幽霊がそこを通ってる、でリビングも横断するような形で、はい、あのドアっていうか窓から
ベランダに向けてこう通ってて、で、まあ、ただそんなその亡くなった方が通ってるだけの道だから別に問題はないとっていうふうに言うんですって、お母さんは、まあ、見えてるからなんかこう肝玉が座ってるのか、でもまあ彼としては毎回この空気を味わうの嫌だなって思って、でもまあ急に現れたんだしまた動くとかもあるのかななんて思いながらまあ過ごしてたっていうんですよ。でそのまあいわゆる霊道ができてから数ヶ月経った頃に彼は寝てたら急にすごい寒気がして目が覚めたって言うんですね。でなんか体調悪いかなって思うぐらい寒気がすごかった。でなんか喉もすごく渇くし、まあ、とりあえず飲み物飲みに行こうって思ってリビングに行った時にうわまたでもあの変な感じ味わわなきゃいけないんだなって思いながらも、まあ、リビング開けてみたらリビングに誰かいたって言うんですよ。後ろ姿だったって言うんですけど彼は、お坊さんに見えたって言ってたんですけど、その理由が髪の毛がないこうスキンヘッドの男がこう座ってるというかこの上半身だけの男がいるのが見えたって言うんですね、床に。っていうのもそのソファーがあってその全体が見えたわけじゃないんだけどこうなんとなくこうサイズ的にしゃがんでるような、で上半身と頭だけが見えてスキンヘッド で月明かりに照らされてちょっと青白く見えたって言うんですよ。で初めて幽霊見た、今まで自分見えなかったんでこんな感じなのって思ってちょっと興味を持って近づいたらあのしゃがんでたわけではなくて上半身より下っていうのがもうぐねぐねに曲がった男がこうなんていうんですか、ベランダに続くその窓のところにこう座ってたっていうんですよ。それがこっちゆっくり振り向いてきた時にゾッとしたって言ってたんですけど、目と口だけがそれがなくて 目も口も真っ黒だった。黒そうそうで口がとにかく大きい、もう顔を覆うような大きさのやつがちょっとニッと笑った。それ見てあこれはやばいって、お母さん間違ってるじゃん、霊道とんでもないやつ来てるじゃんって思ってもそのまま部屋戻って布団かぶって寝たって言うんですよ。で次の日起きてきて、まあ、恐る恐るリビング入ったら、まあ、その嫌な気配なかったんですって、でも自分であんだけ感じてんだからお母さんも妹もよっぽどなんか感じてるだろうなと思って、そしたらなんか割とあっけらかんとしてるんですって、なんか言ってこないと、で昨日の夜なんかすごい嫌な感じなかったって言っても何のことぐらいの感じだって言うんですよ。でそのじゃああれは何も感じなかったのか、まあ、なんか寝ぼけてたのか、確かにはっきり見たことなかったしなって思ってたらしいんですけど、しばらくしてお母さんがちょっと奇妙なこと言い始めた、はい、霊道が消えたって言うんです。幽霊が通らなくなった、その時に彼あって思った、そのお母さんがこう霊道通ってるよって言ってたその霊道の通り道にそいつ座ってあの大きな口開けてたんですよ。だからあれって幽霊じゃなくてその幽霊を食べるような別の存在なんじゃないのって思って、で、まあ、お母さんと妹さんって霊感はあるから幽霊見えるかもしれないけど、あれは見えなかったんだって感じなかったのは幽霊とは別の存在で、なんかみんな亡くなったら幽霊になってとかで幽霊怖いとかって言ってるけど、亡くなった後も必ずしも主役が人間とは限んないよねってそいつは言っていて、幽霊になった後俺たちもしかしたら食われる側かもしれないよね、食われんねん俺は今まで見たものの中で、あれがあの感じたものの中であれが一番怖かったから、幽霊なんか怖くない、あいつの方がよっぽど怖い、幽霊を食う存在よっぽど怖かったよって唯一幽霊が怖い理由としてそれよりも怖いものがあるからって言ってくれた友人の話。いやそうなんですね、今まで聞いたことがないタイプのお話ですよね。った、うん、ね、なんかそいつ自身がね、なんか僕は作ってたのかなとかいろいろなんかお話聞きながら聞きましたけど、食べてしまうというかこうね、それよりも上の存在、上の存在っていうのかな、捕食者みたいな捕食者がいるっていうことがすごく気持ち悪いなと思ってしまいましたね。鼻とか耳がないんですよね。もうないらしいんですよ、全部スキンヘッド、鼻耳なしの目と口だけ。人の形は一応してるんですよね、上半身も完全に人の形と思ってる。
いやね、なんかこういろいろと聞きながら考察しようかなと思って考えたんですけど、例えばその女性からの方が霊感強いから、はい、この家系についている、まあ、すごく、まあまあ、あの動物霊で位が高い動物の何か神様に近い存在がすごいこの家系を守ってたとして、食べてるその、はい、この家に来る災いを全部食べてくれてんのかなとか、なるほど、いい風なね、まあ、いい風に捉えると思ったのかな、思ったんですけど、でも聞いてみるとちょっとスキンヘッドのお坊さんやから、そうそう、見た目がね、そうそう、人間めいてるからね、うんうん、なんだろう、そうなるとそういうことがあるのかわからないけど、何か神様みたいなものがこう霊絡していた存在というか、うーんになのかなという、でもあれですもんね、そのこの家系では特に何もそういうハプニングというか何も起こってないんですもんね、そのハプニング、なんかこの食べるものが何かしてきたとか、いることによって、うん、それは特に起こってない、トラブルが起きるというか、かそうですね、起こってないですね、ですね、しいて言うならまあ彼がその夜中とんでもない寒気を感じて、はい、嫌な気持ちというか嫌な感覚を感じたぐらいで、ぐらいで、なんか災いがあったとかそういう話は特にないですもんね、だからその家には災いは何ももたらさないんですよ、もたらさない、ここも不思議で、その土地に根付いている何かだったら、そこに住んできたこの家系にも何かすらさないんですよ、なるほど、はい、うんうん、何もしないってことは、うん、少なからず関係値があるか、うん、この家に住んでるこの家系には興味がない存在、うん、で、うんうんうん、生きているものは興味がない存在、うん、だからそうやっていろいろなところをこうちょっと切り捨てていくと何かなって ね、 そう、答えにたどり着くんですけど、だからこう切り捨てた結果動物なのかなと思ったんですよ、なるほど、でも見た目は違う、ね、そうであるっていうところが、うん、なんとなく僕今話聞きながら想像してて、そのほら蚊柱とかが立ってるとそれをカエルがひょって食べたりするじゃないですか、はいはい、だから冷凍とかにいるやつとかをなんか食べたいから食べに来ちゃったそういうやつなのかなとかちょっと思うと、うわすごーっていう風にもちょっと思いましたね、彼は多分そっちで想像したんでしょうね、なんかその見た雰囲気的に、ね、一応お坊さんって言ってたのはそのなんかもう表現がそのする形容できるものそれしかなかったっていう感じで、はい、まあそのに近いお坊さんでっていう、でも毛先来てとかじゃないですもんね、そうなんです、毛先とかじゃなくて、うん、フォルムがそうだったっていうだけで、だそうなってくるともしかしたらその可能性もあるかもしれないよね、だからもしかしたら先祖がその神様と融合したか何かで、うん、動物園と融合したか何かでそのまま、なるほど、はい、ついててっていう、だから人としてのその例のなんていうの胎児の仕方っていうのはちょっとおかしいんですけど、それじゃなくてもう神様がついてしまってて亡くなってるから食べるっていう方法で、なるほど、わざわざ増やしてるのかなとか、面白いです、面白いですね、でも確かにこの体験者の方からしたら自分が起きてリビングに誰かが座ってると、うん、それが誰でもかかわらず人であるってことはまず先入観で絶対あるじゃないですか、うんうんうん、動物だなんて絶対思わないから、確かに思わないです、自分が知らないやつでも人間ではあるはずってなってると、うん、そっち寄りになってくる、ね、可能性はちょっとあるかなと思いましたね、いやすごい面白い、確かに今までないお話、いやすごかったですね、興味深かったです、はい、考察がめちゃくちゃ面白かったです最高に楽しんでワクワクしましたね、本当に面白い話でした、年間バカみたいな本数聞いてるんで、ね、聞いてるから一瞬考えてすいません、いや楽しかったです、すごく面白かったです、ありがとうございました本当にというところで、はい、斉坪さんまだですね YouTube チャンネルの方がないんですけども、今後なんかね展開としては、はい、頑張っていこうかなと思ってます、はい、ぜひぜひ、ね、解説していただいて、ね、そうですね、ま、その折にはまたコラボね、ありがとうございます、よろしくお願いします、というところで今回のゲストは斉坪さんにお越しいただきました、どうもありがとうございました、ありがとうございました。では続いての次の投稿会談、投稿会談です、これ怖いよね、めっちゃ怖いじゃん、いいですね、いいですね、面白いな、やっぱ面白いな、良きですねマジ不思議プレゼンツ怪談に夢を、その手で掴み取れ、いや新しい企画思いついちゃったんですよね、怪奇宴を復活させようと思ってるんですよ、ただ今回のイベントはもう今までの従来のものではなくて圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよね、怪談によって人生が180度変わる、なんかこの奇跡に近いこの体験をですね皆さんにもぜひ味わってほしいなと思ってます、この大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話きっ
っと出てくると思うんで、それにすごく僕は期待しています。投稿階段で人生を変えろ、賞金総額186万円、詳しくは URL から。一番怖かった、マジで。あれやばいよね。やばい。